はい、始まりました。はい、はよろい、しくお願いしよろましくおす。願いします。皆さん、こんにちは。世界のみんなどうしてるっていう企画で、ライターの玉井子安子が、世界のいろんなところに、ごめんなさい。ごめんなさい、音が入っちゃった。はい、世界のいろんなところに住んでるお友達を呼んで、まあ、現状どうかなっていうのをお伺いしていく生配信です。今日は、新型コロナウイルスをですね、封じ込めできたというので話題のニュージーランドにお住まいの矢島直樹さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。矢島さんはニュージーランド、オークランドっていうところにお住まいで、日本で、保育士の経験がおありだったんですけれども、その後、ですね、ニュージーランドに、移住されて、そこでまた保育士としても働いてらっしゃったんですけど、現在は、公立の小学校で、まあ1年生というか0年生なんですかね、5歳まあ、ク1ラ年生ス、ですね。1年生なんですね、5歳らしいんですけど、そこのクラスを持ってる小学校の先生として活動されています。なので、ちょっと、教育事情、今オンラインじゃない、ロックダウン中なので、まあ、小学校の様子とかも聞いていければなと思っています。よろしくお願いしおま願いす。します。はい。ですね。はい。じゃあ、最初にどんなことを聞いていこうかというとですね、もし、皆さんお越しいただいて、質問とかあったらどんどん言っていただきたいんですけれども、まず、ニュージーランドの、コロナの状況について伺いたいんですけど、割とロックダウンが始まったのがすごく早くって、それで封じ込めにうまくいってるんだっていう話なんですけれど、死者とかが出てない段階で3月のもう終わりにはロックダウンが始まったということなんですよね。そうですね。どんな状況だったんですか？と、そのロックダウン、確か2週間前ぐらいからですね、はい。コロナの感染者が出たっていうのは出てですね、やはりこう、日に日に増えていってる状況を見てですね、もうどうなるんだろうってなって、こう50人ぐらいになった時にですね、もう学校の方でもどうなるんだろうみたいなことを話をしてて、で、ある、保護者はですね、もう自宅で子供で状況を見ていこうって言った次の週ぐらいにですね、月曜日のお昼だったんですけど、ジャシンダさんがロックダウンをするっていうふうになって、でもそこから、話して48時間後にはもうロックダウンが始まったっていう感じでした。ああ、そうで、なんあでるすね。早すぎるんじゃないかっていうのもありますし、これは何だろう、時期がちょうどいいっていう、ちょうどいいっていうか、もうそれをせざるを得ないだろうみたいな感じが。ですね。周りの人たち、まあ、ロックダウンっていうと、やっぱり経済が、ね、動かなくなっちゃうっていうのがあると思うんですけど、それに対して、まあ、早すぎるんじゃないかという声があったってことなんですが、そのあたり、周りの人たちは、まあ、それでもしょうがないよねって、今はしょうがないよねっていう理解が多い感じだったんですか？そうですね。ジェシンダさんのこう会見がですね、こうしっかりと説明されていたというか、なんでこれをやるのかとか、あとは4週間やって、ということを期待してるかとか、まあ、実際今やってみて、2週間後に結果出ると思うけども、それは今やることで国を守るというか、みんなの命を守るとか、そういう感じでやるっていうことをこうしっかり説明されていたので、そんなにこう僕の周りはですね、そんなに反対してるっていうよりも、始まるぞと、じゃあどうしようかみたいな感じでなってましたね。経済保障みたいなのも割と同時にもうやりますよっていう話だったんですか？そうですね。すぐに、その会見で多分話したのか、その次の日だったのかはちょっと覚えてないんですけども、そういうやつもあるので、登録してくださいねっていうふうにオンラインでもう全部できるんですけども、僕の個人事業主の方はですね、もう申請して2日後ぐらいには、その12週間分の、3ヶ月分のその保証が入ってきて、だいたい、7000ドルって言ってたの、60万円ぐらいがすごい。入ってきたので、安心してロックダウンに入れたっていうふうに言ってました。そうですよね。その、フィナンシャル
ウェルビーイングっていう言葉が出てるっていう話、ね、はい、そうですね。フィナンシャルウェルビーイングっていうのは聞くようになりましたね。2週目か3週目ぐらいに。今までこの心身の健康というか、それこそ家にいるから会えない人がいるんだったら、こうオンラインで会おうとか、でそこで、あとは散歩に行って自分の体の健康もやろうっていうふうに言っていた中でですね、結構きつくなってきたというか、3週目が結構ね、なかなかきつい中でフィナンシャルウェルビーイングっていうのも聞くようになりましたね。なんか今日は写真をたくさん用意してくださったということで、お写真をちょっとシェアしていただきたいんですけど、ロックダウンでレベル4っていう一番強いやつをやったということなんですけど、その時の街の様子をちょっとシェアしてもらうことできますか？はい。はい。そうですね、レベル4。うん。レベル4って本当に出ちゃいけない感じなんですよね。そうですね、レベル4は、こういう感じでした。今出てるのかな？あ、今ね、サムネイルみたいなの出てます。そこを大きくしてください。はい。はい。あ、これが。これが、レベル4の時の僕の、近くの公園の様子ですね。人がもう、散歩には出ていい。このロックダウンが始まった時にですね、ジャシンダさんはですね、もう明確に何がやってきて何ができないかっていうのを明確に言ってくれました。ステアットホームで、家にいて、接触しているのは自分の、その家族。で、それ以外に外出るんだったら絶対に、2メートル以上の距離を保ちましょう。そしてエクササイズも自分のエリアでやってくださいね。それこそ車で20分ぐらいドライブして、ビーチでお散歩とかっていうのは避ける。で、買い物行くときも絶対一人で行くっていうのがあって、なので、すごい明確だったんですね。じゃあ、外行くんだったら、近くに行って2メートル以上離れようということで、みんながこうやって意識しながら散歩をしていたっていうような感じですね。はい。はい。はい、他に。どんな感じですか？もう夜もうこんな感じで、はい、散歩をして、散歩は家族で行っていいんですか？散歩は家族で大丈夫ですけど、そのすれ違うときはもう2メートル離れる、でもなんかいいなと思ったらそこでこう離れたりとかすると、Thank you って言ってくれたり、はいとかいう感じです。なんか全然みんな下を向いてるってよりはもう、みんなでこのロックダウンをしのごうというか、ジャシンダさんも500人、ニュージーランド人口500万人なんですけども、500万人のチームだっていう感じですね。ユナイトアゲインストコロナ、一緒にやっていこうっていう感じなので、ギスギスしてるっていう感じではなかったですね。これはレベル3になって行った場所なんですけど、それでもやっぱ人はこういうふうにいない。でここもいつも人でにぎわっていてですね、よく、犬を連れた人たちがこうビール飲みながらこうなんて井戸端会議じゃないですけど、そういうのもあったりする場所なんですけども、すごいはっきりして、誰もいない、いないですね。はい。これは何ですか？今の考え。これはですね、スーパーに入るとき、これレベル4の状態なんですけども、スーパーに入るに人数が制限されていたんですね。この大きさだったら最大10人まで入れるよっていう。でその入る前にこうしっかりこう、私矢島直樹は何時何分にここに入りましたと。で、出た時もそれをピッて押すことで、自分がどういうふうに動いてるかっていうのを見えるようにして、で実際に入ってみると、こういうふうに、線が引かれてですね、はい、あ、これが2メートルなんだっていうので、僕もこうどう立てばいいか分かるっていうか、振る舞い方がすごい分かるなっていうふうに思いました。そのピッてやって、矢島さんが何分に入ってどういう動きをしてるかみたいなのは、店の人がチェックしてるってことですか？そうだと、店の人なのかな、これ結構早い段階の1週目だったので、それこそクラスターが出た時のためのなんかこう情報として政府が見ていたのかもしれないですね。それからスーパーの人が管理していたのかもわかんないですけど、はい、なるほどね。クラスター感染っていうのは結構あったんですか？ふかして限り17、最近見たやつだと17のクラスターがあって、すべてどこがあるか分かっている、そのクラスターで接触した人が1日前か4日前ぐらいまで常に新規で出てたんですね。で、その新規で出た人はこのクラスターから出たっていうのは分かっているみたいな。それはじゃあやっぱりデータでこう管理してるんですかね？そうだ
と思います。ちょっと細かいところはわからないんですけども、こういう多分他の情報とか、はい、いろんな方法を使って多分クラスターを見つけたんじゃないかなというふうに思います。そうなんですね。日本だとね、聞き取り調査なので、やっぱりなんかたどれないっていうのがあるみたいなんですけど、うん、はい。うん、まあ、これはあるスーパーなので全部のスーパーでやってるわけじゃなくてですね、うんうん、嫌な人は多分あの見ました、これやるんだったら入らないよとか言ってて違うスーパーに行った人もいるので、多分スーパーの独自の動きだったかもしれないですね。なるほどね、はい、はい、結構じゃあ厳しくやってたんですね。そうですね、でもそれもみんな分かっていたので、うんうん、はい、あのみんな守って待ってる時も2メートルで、やっぱりスーパーでもですね、こう帰れる数が決まっているので外で並ぶんですよね、うんうんうん、で並ぶ時もこの2メートルずつですよっていうのが、うん、あの印でついてるので、うんうん、もう明確です。なるほどってこれ以上は近づけないんだなみたいな、うん、あ、コメントが来ました。システマチックですごいって書いてる、うん、私もそう思います、ね、そこまで IT がやっぱ進んでるんですね。そうですね、結構そういうのは、うん、そのそれこそ補助金も全部オンラインでやって、そうか。じゃあその IT といえばなんですけど、まあその八嶋さんは小学校の先生ということで、ですね、学校の様子がちょっと知りたいなと思っていて、まあそのロックダウンが入ったらもうすぐにですね、その、学校が休校になったわけですよね。はい、そうですね。うん、それで、あの、授業はどんな感じで対応したんですか？授業の対応はですね、オンラインラーニングっていうのをもうすぐやろうっていうふうに決まりました。で、シーソーで、アプリ、シーソーのアプリで、あ、違います。アプリケーションですね、シーソーっていう名前のアプリケーションを僕たちはプラットフォームで使っているんですね。これもシェアスクリーンして紹介しても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、シーソーね。シーソーという名前のものです。日本ではあんまりまだ使えてないみたいですけど、アプリ自体はダウンロードできるみたいですけどね。そうなんですね。はい。これはもうプラットフォーム。僕は今これ、共用に作ったんですけども。これがルーム25。で、ここにですね、あの子供たちの名前がふわっと入ってきます。うんうんうん、で、一人ですね、子供のボタン、もう本当に一人一人のポートフォリオになってるんですね。うん、で、これは今、ある人の、ある一人の子供のポートフォリオだとしたら、こうやって、僕がシーソー上で、出した課題をですね、ここにあるんですけども、アクティビティ、こういういろんな、アクティビティ、カウンティングジャーとか、あとはショートユーワードサーチとか、いろいろこういうふうにがあってですね、で例えばこれをやるとしたら、これはもう例えば今子供の目線で言うと、じゃあこれをやってみようと、直樹があの出した課題だから。でこう押すとですね、自分の名前を選びます、はい、こうやって出てくるんですよね、うん、じゃあ OK、3か、じゃあ3はね赤でやろうってこうやってやって、うん、じゃあどこにあるかなって3どこにあります、ちょっと分かんないな S が見つかるだけで、あ、これか、はい、じゃあ次は違う色でやろうみたいな、うん、じゃあ次紫でしょうかな、じゃあバグですね、バグどこにありますかね、バグEG。あったあったあった、こう。いうふうに。全然見ない。はい、で、これを、まあ、保護者と、僕は1年生なので、うん、まあ、それでやれたり、子供、保護者とやったりでもするんですけど、これだとあまりこう、なんだろう。もともとあるものだし、子供楽しんでやるので、あまりストレスなくできると。そうですね。ゲーム。そう、ゲームみたいな感じで。うん、で、ここを押すとですね、その、録音もできるんですよ。うん、でこれ例えば全部やったとして、うん、である子で、ね、はい、直樹、あの、私はこれやったよって、ちょっとね、バグのとこが難しかったんだけど、全部やれたよ、バイバイみたいな感じでやって、で、それでこう、ポチッと押すとですね、うん、僕に反映されるんですよ。ああ、はい、なるほどね。で僕はあの、それこそジェームス君だったら、ジェームス君がやったものをこうやってパッと見れてですね、これも携帯にも連動してるので。それはオンタイムで？オンタイムでできる、はい、僕はこれを見たときにです、ね、コメントをこうやってライクとかして、うんうんうん、コメントをこうやって残すと残して、例えば、うん、ウェルダンとか、うん、ウェルダンジェームスとか、うんうん、でポストすると
その僕のメッセージが、うん、あのジェームスに行くと、うんうん、でもそしたら一気に何人もの生徒のこうコメントとかを返したりするの大変ですね。いやもうすごい大変でしたなんか人気なアクティビティと人気じゃないアクティビティがあって、あ、はい、いろいろあります。でだからそのオンラインラーニング授業中はですね、やっぱこう、うん、9時から3時の間にもうパッと見るんですよ、うん、で結構課題がですね15件ぐらい入ってたりとかして1人ずつ見て、うん、である子はこう長く喋ったり、ある子は短く喋って5秒ぐらいのやつで、うん、okay、 はい終わりみたいなのもあるし、なおき、I'm gonna talk about how we do it, okay? みたいな感じで、もう、喋、うん、りたい子。YouTuber みたいな喋り方だな、みたいな。うんうん、っていうのが、これが個人のやつで、あとは僕がですね、みんなに見せたいものとかをこうやって、うんうん、あと例えばこのストーリーを読んでみて、この、レインボーフィッシュっていうのがあるんですけど、うんうん、これ読んだ上で、ここにコメントでですね、うん、あのこれはお友達の話なんですけども、レインボーフィッシュを見た上で、あのじゃあお友達と仲良くするには何が必要だと思うとか、うん、あなたが友達に何かできる得意なものは何かなとか、それを書いて、あのここにコメントに書いてみてねとか、書いたら写真を撮って送ってみてねとかっていろいろ言えるんですよ、うん、で今子供がですね、家でやったアクティビティを写真に撮ってここにあげることもできるんですね、うん、はい、なのでそういうふうに使っています。なんかそういう授業って普段からそういう感じの授業をしてるんですか？なんか結構楽しいというか、まあ、1年生で、ね、あの学年が低いっていうのもあると思いますけど、遊びの要素も結構多いかなと思うんですけど、はい、そうですね、うん、と正直にこのシーソーよりかロックダウン前はですね、このシーソーは、うん、と保護者と先生との、うん、あの理解の透明度を上げるためのふうにプラットフォームで使っていたんですね。なので基本僕たちが子供がやった、リーディングとかと一緒にやってる算数とかの様子を動画で撮ったり、見せるみたいな、あの写真撮ったりをして僕たちがあのポストすると、うん、でそれを保護者が見てコメントするみたいな感じで使っていたので、ほとんどこのアクティビティのところは使ってなかったんですね、はい、いわゆるコミュニケーションのツールとして使っていたんです、うん、はい、ただこのオンラインラーニングが始まった時に、じゃあこれがすごい使えるんじゃないかっていうことで、うん、あの使ってみよう、うんうん、ということで僕たちもですね、どうやってやったらあのシーソーがうまく使えるか、うん、どうやってやったら子どもが自分でやりたいと思うのかっていうことをですね、うん、考えながら使っています。今コメントで質問が来ました、うん、生徒全員がこういう環境にすぐ適応できたんですかっていう質問ですね。パソコン持ってない人とかいないのっていう質問が来ました。はい、います、います。全員が反応できてないなっていうのは正直思ってですね、うん、僕は17人ぐらいのクラスいるんですけども、うん、すごいアクティブなのが、うん、毎日ポストしてくれるのが6人ぐらい、うん、で6人、2回とか3回は、6人7人かな、で全くこう反応がない子は4人ぐらいいるんですけど、うん、はい、この辺は他のクラスはそんな感じで、格差が出ちゃいますよね。はい。で、まあ、全ての家族がここでつながってるっていうところもあるし、つながっていないっていうところもあるんですね。うん、なので、これはプラットフォームだけども、他に E メールでですね、1週間のこうプランみたいなのがあって、それを、うん、あの E メールで送っているので、うん、これがなくてもできるような遊びというか、あのアクティビティもあります。ただ、やはりですね、やっぱ自宅の環境によって違ってくるので、はい、うん、そういう子たちにとって僕たちは何ができるかっていうのを考えて、で、あの、それこそ保護者がですね、1個しかデバイスがないという時に、うん、あの政府にこういうのがないから、うん、サポートしてほしいっていうと、政府からそのラップトップとか iPad とかが支給されたり、あとは学校から支給したり、それこそ、あと、うん、ノートとかペンとか、ワークシートみたいなのを代わりに渡したりとかして、うん、アナログのものってことですね。っていうのがあります。うん、そういうのは、その、先生が、担任の先生が独自にどんどん授業内容とか、まあ、どう対応していこうかっていうのを結構任されてやってるんですか？そうです。任されています。本当に裁量が先生にあるので、うんうん、
それのいいところはですね、自分がやりたいことをどんどんやると。うん、で、ある先生は毎日こう本を読んでるのをやって、で、本を読み終わった後に、うん、じゃあこの本について感想どう思う？私はね、こう思ったんだけど、なんか皆さんのコメント教えてねみたいなことを毎日ある先生もいますし、僕はやはり、なんだろう、絵本を読むのはちょっと苦手というか、いきなり見て難しい英語結構あるんですよね。うん、本を読むのはやめて、じゃあ僕に何ができるかなと思った時に、やっぱ折り紙とか。うんうんうん、で、じゃあ今日は手裏剣の作り方やるからねって言って、ビデオ回して、ほんの少し YouTube で、じゃあ次行くよみたいな感じで作ったり、とフライング飛行機もこれはフライングシャークってやつを作るからねみたいな動画を作って、こうやるんですね。で、僕の悪いところはですね、それを他のクラスにもシェアできるようにしようって言って。うん、僕の折り紙のやつは他の隣のクラスでものシーソーでアップされてるし、うん、他のクラスの、先生がギターで歌を歌ってるのも僕は使わせてもらったりとかしてですね、うん、このシーソーの中でいろんな先生が出てくるみたいな、うんうん、なるほどね、はい、矢島さんがお住まいの地域割となんか進んだ地域だっていうのを前に聞いたので、まあ、いろんな学校もあると思うんですけれども、でもなんか街の人たち全体がまあロックダウン中も楽しそうに過ごしていることが見受けられるみたいな話もちょっと聞きまして、はい、なんかですね、そういう、まあ日本も今ねずっと家にいることが進んでる、続いてるんですけど、やっぱりもうちょっと元気になったらいいなと思ってこういう動画配信とかも私もしてるんですけど、なんかニュージーランドの街の中で、まあみんながみんなポジティブなわけじゃないと思うけど、なんかこういうこう支え合いとか助け合いとかわかんないけど、なんかこうちょっとでもハッピーになるような行動みたいなのがいくつかあるって聞いたんですけども、そのあたりちょっと教えてもらってもいいですか？最近見たんですけど、その、うん、スーパーで待ってる時に、入れる人数が決まってるじゃないですか。でそのセキュリティガードの人がいるんですけども、うん、その人がこうスーパーに来る人は中入ってる人も、僕経験したんですけども、スーパーロックダウン中いるとすごいストレスなんですよ、うんうんうん、こう行けないから、あコーヒー買いたいんだけどあそこに人がいるから待ってよみたいな、うんうんうん、買いたいものが買えないとか、なんか小麦粉が全部なっちゃったりとかして、うん、うーんみたいな、うんうん、ちもそう、で外で待ってる人もいる、で中でその状況が続いたと。であるそのセキュリティガードの人はすごい明るい人ですね、男性セキュリティガードっていう、なんかニュースになって、もう、すごい歌うんですよ。真似したり、例えば、ライオンキングの、ハーダウェイヤーとか、なんか、やつのダンスとかで、こう、歌ってる人をハッピーにするみたいな。へ、歌終わったら拍手したりとか、そういうのですね。はい。で、写真あるんですけども、シェアしてもいいですか、ね、はい、もちろんお願いします。はい、それで、この後ですね、ベアハントっていうのがあってですね、テディベアハントってのがあって、そのお散歩はしていいよっていうことをなった時に、うん、お散歩するんじゃなくて、はい、家から見える窓とかにこうやってテディベアを置いてですね、うん、子供たちが見つけられるようにしようって言って、結構始まって2日後か3日後ぐらいにねできた動きなんですよ、これは人の家ってことですよね、の個人宅、はい、個人宅窓からテディベアが覗いてるってこと、ね、はい、そうです。歩くとですね、こうやって吊るされてるテディ、まあ、テディベアがないけど何か吊るそうと思ってパンが、はい、そうとか、うん、別で多分やってくれた人とか、へ、とは家からこう、ね、ここもまたパンダですね、かわいい、まあこうね、歩いてて見つけるとうわーって嬉しくなるじゃないですか、はい、そういうのもあったり、こうやってちょっとロックな、うん、うん、で、ただそれだけじゃなくてですね、はい、テディベアを飾るだけじゃなくて、テディベアでなんか遊んでみようみたいな感じで、うん、いろいろ Facebook であるんですよ、ゴイングオアベアハントっていうのがあって、ゴイングオアベアハントっていうふうに Facebook であるといろんなグループがあって、そのベアハントのオークランド、ハミルトンとかいろんな街のやつがあって、うんうん、そこで、そう、テディベアが家を掃除してたり、あとはなんか DIY やってたり、
ネクタイつけてたりとか言って。で、これ僕も今日遊んでみたんで、本読んでテレビやって。これね、作って、はい。で、こういうの写真に撮って、Facebook ページでシェアする。はい。で、これもそうです。うん、で、ああ、なんかそう、クリエイティブに家でいなきゃいけないから、じゃあどんなのがいいかな、みたいな。うん。今日見たんですけど、Facebook でこういうのがあったり。かわいい。かわいい。これ写真撮ってあげて、じゃあ、うちもやってみようとか、子供も多分いろんなアイデアが出てくると思うんで、これ結構楽しいんですよ、うん。今日僕もやったんですけど、うん、この角度から撮ったらいいかなとか、はい、いろいろ試してやってみました。はい、すごい。あとなんか、学校が、そうそう、それで、そのニュージーランドは、本当4月の最後かに、感染者がね、もうゼロになったっていうことで、レベルが、ロックダウンは解除はされてないんだけど、レベルが4から3になって、まあ、ちょっと緩くなったということで、学校も一部再開してるんですよね。そうですね、レベル、ロックダウンがレベル4だったんですけど、アラートレベル4になってたんですけど、で、レベル3に下がりました。先週の火曜日かな。はい、どうぞ。でもね、まあ、すごい、こう、感染者出てないのに、まだレベル3なんですね。レベル3って言っても結構、日本と同じくらい。感染者が、昨日、おととい、ゼロだったので、うん、まだ感染者の人はいらっしゃるんです、うん。で、学校は、その、でも医療関係者の子どもとか、そういう、どうしても必要な、職業についてる親の子どもだけが行っていいってことなんですか？そうですね。はい、そういうふうに、学校でちょっと見てないんですけど、その基準があって、うんうん、そこでこう適用って何ていうんですかね、該当した子が来る。で、僕22クラスあるんですけども、はい、そのうち3つのクラスだけ開けてですね、うん、1つのクラスも8人以下、うん、絶対1メートル以上の距離を保つ。うん、で、僕も子供に触れ、1メートル以上できるようにっていう風になってて、うん、ただ僕も今学校に行ってるんですけども、行ってるんですね。それは、もう行きますって言ったんですか？行きますって言って、はい、うん、言いました。その矢島さんは、ご夫婦で暮らしてらっしゃるんですよね。それで奥様もいらっしゃるんですけど、はい、もっとそのお子さんがいる先生たちは行くのが難しいみたいな感じですか？そうですね。やっぱり、こう、いろんな家庭があるっていうか、それこそ、うん、やっぱりこう、高齢の方が感染すると深刻になりやすいということで、うん、そういう人と一緒に住んでる人は、なるべく家にいたいっていう先生の思いもあったり、うん、先生でありながら、2人の子供のお母さんだとすると、もう両方やらなきゃいけないっていうことで、大変になったりとか、いろんな校長先生がいろいろ電話してですね、一人一人、ちょっと3クラス開けなきゃいけないんだけど、どうっていうふうに話を聞いて、で、僕にも話を聞いて、僕は多分、その点で助けられるとこあるなっていうふうに思ったので、行きますって言って、で、僕は一つの、その3つのうちの一つのクラスの担任として、僕のクラスからは誰もいないんですけども、まあ、それはそれで、こう、新しい子供と出会えてですね、で、新しいそのクラスの子たちもすごいこう守ってくれるんですよね、距離を。うんうんうん、それは1年生。1年生、2年生が。あ、1年生、2年生。はい、一緒にいます。その時に、なんかこう、同僚の先生から嬉しいプレゼントがあったっていう話なんですか？そうです、はい、ありました。始まってすぐかな、スコーンが届いたんですよ。うん、学校に。はい、フェアリーって言って。はい、妖精からって。でもすぐ分かるんですよ、彼が。写真あります、ね、はい。写真ありますね。ちょっと待ってください。はい。はい、で、そのフェアリーから、ベーキングのスコーンが届いて、で、その人が、すごいいいアイディアだから、これ、当番制にしよう。でも、そこで書いてあったのは、ノープレッシャー。もしやりたいと思う人がいたら、ここに名前書いてね、みたいな感じで。強制じゃないってことですか？強制じゃない。はい。そしたらですね、いろいろな人が書いてくれてですね、ある日はこうやって、マフィンとコーヒーが届いたんです。おお、はい、いいですね。
で、しかもコーヒーもですね、すごい親切というかですね、もう事前に、あ、デリバリー、コーヒーデリバリーマンデーとかで書いてあって、うん、で、もう自分の名前も書いてあるんですよ、直樹みたいな。で、どのコーヒー飲みたいか、入れてね、みたいな。で、それが届くってなって、で、僕はチョコレートのモカとかで書いて、うん、ある人はですね、すごい面白かったのが、なんか、ミディアムサイズ、トリムミルク、ウィズ、ワンティースプーンオブブラウンシュガーみたいな。そうか、それもちゃんと、うん、デリバーしてくれるんですね、妖精さん。ある人はこう、デイリー、乳製品ができない、体が、主があるからということで、そういうミルクにしたりとか、うん、今日はモカだけど、明日はフラットホワイトにしたいとか、うん、いろいろ、もう2回届いたのかな、コーヒーが。なんかそういうのあるとこうね、行ってる先生も大変だからってこうサポートしてもらえると、なんか人間関係がいいですよね、心理的に。そうですね、うん、はい、とてもいい気持ちになりました。うん、なんかそういうね、なんかこう工夫して助け合うっていうか、ちょっと嬉しいことをするとか、やっぱりどこでもニュージーランドじゃなくてももちろん日本でもできたらいいなって思いますね。そうですね。なんかこう、うん、感じるのはですね、仕事だから、仕事ってこういうもんだよね、みたいな、うん。与えられてることだから、それこそ嫌でもやるみたいな、うん、そういう雰囲気があまりなくてですね、うん、それこそ当番表も、うん、学校から遠く住んでる人大変じゃないですか、デリバーするの。うんうんうん、そういう人たちは、ノープレッシャーで、やりたいと思った人がやってね。で、それで名前書かないからどうとかではなくて、じゃあその遠くにいる人は何かできるかなっていうことで、僕に結構頻繁にメールをくれてですね、何か困っていることないとか、何かもうアクティビティで、提案し、相談があったら行ってねとか、もうすごいサポートを感じるので、メールを読むのがすごい大変ですね。いろいろこう気づいてくれるので、すごい嬉しいですね。この人からもメール来たとか、で、僕も何か、それこそ外で遊ぶときも、距離を保たなきゃいけないので、何かそれでできるゲームないかなと思って聞いたら、すぐ、こういうのどう、こういうのどうとか言ってくれて、守られてるし、サポートされてるなっていうふうに思うので、行ってて、あまり無理がないっていう感じはします。じゃあなんかそういうふうにこう街全体でこうみんな割と明るく頑張っていこうみたいな感じなんですね。そうですね。会見がすごいいいというか、そのジャシーナさんがその、まあ、BBC の、の記事からなんですけども、はい、まあ、共感力というか、そう、あなたたちの不安を、取れるためにこうも話をしたりとか、Facebook ライブをしたりとか、家から。で、その前に長官がいるんですよね。ブルームフィールド、保健省の長官の人がですね、科学的なデータをこうしっかり話をしてくれて、うん、2週間ぐらい経ったらですね、もうどんどん新規感染者が減っていって、うん、減ってるから、きっとこれぐらいになったら、ロックダウンが解除されるかもしれない。けど、油断はしないで、しっかり手を洗って、ステイアットホームをして、不要なものはしないで、でもいいデータが出てるよみたいな感じで言うので、僕たちはロックダウンをしてる中で、あ、もしかしたらそろそろ終わるのかなみたいな、こう、希望が持てるんですよね。3週目結構きつかったんですけど、どんどん減ってる。で、4週目になって、そのジャシンドさんが、よかったと。レベル4からレベル3に下げますよと。なんですけど、レベル3でもまだまだ油断はしないと。一番良くないのはレベル4になってまた新規感染者が増えてレベル4に戻ることが一番嫌だから、油断しないでいきましょうと。で、レベル3もやれることはこれ、やっちゃいけないことはこれみたいな感じで明確になっているので、僕たちはもうすごい分かっている。この状況をみんなでこう頑張ってですね、やろう。で、ステイホームしてるときもですね、ジャシンドさんは Be strong, be kind, we will be okay って言ってて、強くありながらも人に優しく。で、家にいるっていうことは、他の人の命も助けてるっていうことで、stay home to save lives って言っててですね。自分が持ち価値を持ってるかもしれないっていう感じで行動すれば、新規もいかないし、コロナは自分では動けないから、価値がないから。だから、人が動くことでコロナが動くっていうことを言ってたので、なるほどなと。はい。だから2つですよね。そうですね。すごい安心しています。そうですね。はい。まあでもなんか日本、なんか、ベトナム在住のひろこさん、思いやりここには生まれそうな時代ですって書いてるけど、まあでも、
そうですね。でもまあね、そのニュージーランドの例で、まあ、あのロックダウンが早かったっていうのもありますけど、やっぱりこうステイホームしていくことで、まあ、実際にこう感染者数が減っていってる国があるっていう事例はやっぱりすごく勇気づけられるなと思いますね、うん、もう日本も今ね、あと1ヶ月緊急事態宣言伸びていて、まあ、日本は強制力そんなにないものなので本当に個人 の、 あの自主性に任せられていいところもあると思うんですけど、まあ、それで頑張って、ね、ステイホームしながら、まあ、そういうちょこちょこした思いやりをこう与え合っていくことでなんとか乗り切れたら、まあ、感染者抑えていけたらいいなっていうのはありますね、うん、なんか、結構何人か見てくださってるんですけど、はい、何か質問とかあったらコメント欄に書いてくださいね。はい、そっか、なんかね、いろいろ今もうね30分以上ちょっと話してる、なかなか、そうそう、いろんなこう楽しそうに暮らしてるのがやっぱり一番いいなと思って。そうですね、面白かったのはですね、うん、ちょっと私はスクリーンさせていただきたいんですけど、はいはいはい、YouTube でファミリーロックダウンブギーっていう歌をね、出した人がいてですね、それ何をやってるかっていうと、はい、もう、ロックダウンになっちゃったね。うん、でも、だから歌詞がですね、ガバメントが4週間のロックダウンしたよって、で、僕たちは家にいよう、みたいな。うんでですね、はい、お父さん元気かい、元気だよ、お母さんどうだい、元気だよみたいなやつをやってて、もうロックダウンだからみんなロビーにおいで一緒に踊ろうみたいな、こういう歌を、ね、作って、それがですね、確かロックダウンの1週目か2週目の金曜日ぐらいに校長先生が見つけてこの動画を、はい、先生がみんな見れるやつに貼ってくれたんですよ、こんなのがあるって、うんうん、見たらですね、最初4000ビューぐらいだったんですけども、次の日には1万2万でニュースにもなったんですよ。こうウェリントンの人が作ったんですけども、これ一般の人、一般の人です、でこれおじさん、ごめんなさい、家族がですね、いろんな服着てバスルーム で、うん、で踊ったり歌ったりギター弾いたり、なんかいろいろね楽しそうなんですよ。なんかこの楽しく過ごそうぜみたいな、うんうん、たり、あとはこういう、ごめんなさい、アーティストの人たちが直接会わないでですね、お互いこう多分使って録音したやつを1個の YouTube に載せて、うん、でステイホーム、ワークトゲザーユナイトっていう感じのこうメッセージをですね、うん、出してて、でトゥータヒっていうのは多分マオリ語でステイっていう意味だと思うんですけども、うん、家にいよう、頑張ろう、この状況は永遠ではないから、うん、きっと大丈夫、今は家族との、絆を強くしていこうね、うん、そして、うん、その時にみんなで会おうみたいな歌詞なんですよ。うん、なるほど、ね。って言ってこう。こういうの結構日本でもなんかアーティストの人とか YouTube デビューしたりして、はい、コメディアンの人とか、うんやったり、星野源さんもいろいろコラボして、まあ、話題になってましたけど、あ、そうですね、そういうの、はい、ありますね。はい。うん、なんかいろんな動画とか、まあ、いろいろ質はいろいろだけどでも出てて、なんか家で楽しむ方法って結構あるんだなって思いますね。そうですね、うん、そのシーソーでも子供がですね、僕もそういうふうにお願いし、なんか家で楽しいことないっていうふうにお願いしてるので、うん、本当に子供がですね、YouTuber みたいに喋るんですよ。日本ぐらいで言われるんですけど、Hi everyone! Today I'm going to talk about how to make Play-Doh! とか、コミュニケーションですね。So at first, we need a flower and dye, なんとか、OK, let's get started! みたいな感じで、すごいなと思って。もう5歳の子がですよ、はい。絶対子供の方が上手ですよね、そういうのね。そうですね。だからもう、なんだろう、もう自然につけるスキルなんだろうなっていうのを感じてますね。うん、そう、僕がね、テレビに出てる人ってもう芸能人、すごい人たちみたいな感じだけど、うんうん、今はね、子供たちも YouTube 見慣れてるから、うんうんうん、こういう風に振る舞うんだよねみたいなことを多分こう、自然に身につけて、で、それを保護者がね、投稿してっていう、うん、で、僕たちもこれの使い方を学んでみたいな感じで、いろいろこう、チャレンジしたことないことにチャレンジしてますし。ね、こうやってね、ライブでやるっていうのも初めてなので、ですよ、うん、子供に教えてほしい、このなんか
見てくれた人が前回のやつをすごあの褒めてくれたんだけど、なんか YouTube にありえないこうテンションの穏やかさでって言われて、でローテンションでびっくりしたって言われて、本当、はい、ハイテンションになれないキャラなのでしょうがないなと思います、うんうん、まあでもそうそういろいろね、なんか新しいことチャレンジしたらなんかこううつうつした気持ちもちょっと晴れて、いろんな人の話聞けるかなと思ってやってるんですけど、うん、はい、そうだと思います、はい、じゃあそろそろねもう40分ぐらい経ったので今日のお話は終わりなんですけど、あの矢島さんはあのいろいろですね活動されていて、まあ、その保育士としても、活動を、まあ、されていて、そのなんかいろ、まあ、今は保育士さんの現役ではないけどアドバイザーみたいなこともされてるんですよね。はい、うん、なんかあのブログもそうそうこうあのありまして、例えばワーキングホリデー、まあ今は無理なんだけど、ワーキングホリデーで、ニュージーとかに行って、あ、そうそう、矢島さんもそうだったんですね。ワーホリで行って、そうです、はい。保育士になんとかなりたいって、こう、なんとか道を見つけて、実際に働いて、そこからこう、ちゃんとした職を得て、みたいなことをやって、開拓していった方なんですけど、うん、あ、そういったことがね、ブログにこの、ブログに書かれているので、あとでアーカイブの概要欄にも載せておきますけど、ぜひ見てください。あと、はい、本もね、出してらっしゃるんですよね。はい。そうそうそう。Amazon で、これ電子版なんでしたっけ？そうですね、電子書籍で、ニュージーランドで保育士になりたい人のために書きました。はい。うんうんうん、タイトルが、ニュージーランドで保育士になり、あ、違う違う。違う。それなりたい人向け。日本の保育士は海外でも活躍できる。そうですね。海外でも日本の保育士は活躍できるっていう。そうです。はい。はい。Kindle で売られてますので、はい、ぜひ、もし興味がある若者がいれば見てみてください。うね、もう全部僕の経験を書いて、どうやって、履歴書を書くのか、どうやって仕事をゲットするのか、うん、英語はどれくらいだったのか、お給料はどれくらい。うん、どうやって働くのみたいな。で、面接何聞かれるのとか、はい、そういうのとかも書いたり、僕はもう本当に英語が苦手なので、はい、アイルツで 3.5 から勉強した経緯だったり、うん、あとはもう、僕は永住権も取ったので、それの書類を書いたりとかですね、うん、本当に僕が、ニュージーランド行く前に欲しかった内容を書いた、うん、ギュッとした本なので、はい、興味ある人はぜひ読んでいただきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。なんかうちの子供が後ろの方に入ってますねじゃあそろそろ今日のところはお別れということで、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた、あさって、今度はオーストラリアのに住んでいるイタリア人の友達に、午後3時から日本時間の午後3時から生配信しようと思ってますので、もしよかったら見てください。はい。矢島さん、ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。すみません、最後に、はい、ブログの方にもですね、毎日こっちの状況を書いたりとか、うん、あとは、やっぱりこうニュージーランドで保育士になりたい人のための情報をやったりとか、あとは説明会とか、はい、いろいろこれから計画していきたいなというふうに思っているので、うん、ぜひブログを見ていただければ、そういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。下ブログに。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。